収穫加速の法則とは、アメリカの発明家例、カーツワイルが提唱した、一つの重要な発明は、他の発明と結びつき、次の重要な発明の登場までの期間を短縮し、イノベーションの速度を加速することにより、科学技術は直線グラフ的ではなく、指数関数的に進歩するという経験則である。また、彼がこの法則について言及したエッセイの表題でも、ある。 伝統的な収穫低減あるいは限定的な収穫低増と対比する概念として提唱している。カーツワイルの唱えた収穫加速の法則は技術革新のスピードに関する法則性だけを射程に入れたものではなく、抗議の有用な情報量と定義される秩序とカオスと時間の関係の一般法則の解法則として位置づけられている。これは エントロピー増大の法則を考慮に入れたもので、宇宙の秩序増大に関する法則性を射程に入れたものである。カーツワイルの定義によれば、収穫加速の法則は両体数グラフで示された 15? この独立したリストでの人類史上のパラダイムシフトとなった重要な出来事。リストは、カール・セーガン、ポール・ディ・ボイヤー、ブリタニカ百科事典、アメリカ自然史博物館、 アリゾナ大学ほか、レーカーツワイル編集、というものである。また収穫加速の法則は、生命進化のプロセスにも適用されており、DNA の成立、生殖という発明、発明を作る発明としての人間の誕生などを一元的に捉え、ムーアの法則によって示されたような秩序を増大させる、技術革新は、トランジスタ製造技術の枠を超えて継続するという、 主張を展開した。ムーアの法則をカーツワイルが拡張したもの。集積回路の登場より、以前のトランジスタ、真空管リレー、電気機械式コンピュータまで遡り、基本的なトレンドがパラダイムシフトによって維持されていることが示されている。このプロセスの継続により、人間の脳の能力を数値化した際に、早ければスーパーコンピューターで2013年、1000ドルの パーソナルコンピューターで2020年ぐらいにその数値をコンピュータの能力が追い越し、2045年には100億ものオーダーに達することから、カーツワイルはシンギュラリティは近いと結論付けた。このような進歩の加速が起きる理由としては、以前の発明が次の発明が起きるまでの過程に応用され、以前の発明から次の発明までの期間を短縮する。 フィードバック作用が働いていることが挙げられる。技術は相互作用し、加速度的に進歩する。この進歩の加速は主に微細加工技術によるところが大きい。1970年代からの数十年にわたる微細加工技術の進歩で CPU が高速化し、パソコンと携帯電話の高機能化を支えた。2007年。 パソコンと携帯電話と液晶の技術が融合して登場したスマートフォンにより小型センサの開発が促進され以前では小型化が難しかったドローンや VRAR や 3D プリンターが2010年代中盤までに立て続けに小型化したディスプレイは長らく標準解像度のブラウン管の時代が続いていたが高性能な CPU や DSP と高精細な 液晶ディスプレイが現れてからハイビジョンが一気に一般化し、微細加工技術の進歩に伴い、10年を待たずして 4K や 8K までもが現実のものとなった。CPU から派生した GPU の急速な進歩で AI の研究も促進された。計算速度の需要増加から量子コンピュータの基礎研究も加熱している。技術は社会的有用性を考慮して生み出される。 問題解決手法の一種であり、社会的需要の増加に伴う投資金額の増加も、技術の加速度的な進歩に大きな関わりがある。イノベーションの定義において厳密さを書いており、科学的でなく、本当に技術進歩が加速し続けているかは定かではない、という批判が上がっている。例えば、カーツワイルが主張する収穫加速の法則に対して、以下のような観点から批判がなされている。 石器や夜勤など重要なテクノロジーが含まれていない一方で、コンピュータの発明とパーソナルコンピュータの発明のように、質的な違いが小さい近年のテクノロジーをパラダイムとして選択しており、現代に近づくにつれて技術開発が加速するという結論を示すため、恣意的にパラダイムを選んでいると批判されている。また、人類による言語の発展のように、 時間的に広がりのある事象を単一の時点で表現していることも批判がある。一方、カーツワイルは他の著名なパラダイムをグラフ化しても同様の結果が得られていると主張してパラダイムを恣意的に選んでいるという批判に反論している。また、生物学者、ブロガーのポールザカリー・マイヤーズは生命の進化と人類の技術開発など同一の基準で測定できない事象を比較し、 そこから未来を予測することは、馬鹿げていると評価している。httpscienceblocks.com ファリングやら2016-03-19ザ・デルージョン・オブ・イモータラティ、httpscienceblocks.com ファリングやら2009-02-09シングリアラーリーシリー・シングュラリティありがとうございます。